ジャイモン・ガストン・フンスーは、ベナン・コトヌー出身のアメリカ合衆国のダンサー、ファッションモデル、俳優。ダホメ共和国コトヌー出身。13歳の時に、フランス・リヨンに移住するが、間もなく、学校を中退し、仕事も見つからずに、ホームレスのような生活をしたという。そんな中、デザイナーのティエリー・ミュグレーに見出されて、モデルを始めるようになる。 1987年にはパリでモデルとして体制し、1990年に俳優を目指してロサンゼルスに移住し、アメリカの市民権を取得する。1989年から1991年にかけてジャネット・ジャクソンのラブ・ウィル・ネーバードゥなど多くのミュージックビデオに出演した。1990年の Without You I I'm Nushing で 映画デビューし、1994年のスターゲートで初めて役名のある役を得た。1997年のアミスタッドで注目を集め、ゴールデングローブ賞にノミネートされ、2000年のグラディエーターの呪話役でさらなる人気を集めた。2002年のインアメリカ3つの小さな願い事、2006年のブラッドダイヤモンドでナショナルボードオブ、 レビュー賞を受賞したほか、アカデミー助演団優勝候補になる。2007年より、モデルのキモラリー・シモンズと交際を、始め、2008年には、デナンの分数の家族の元を訪問し、民族衣装を身につけた儀式を行うが、この儀式を、結婚式とする報道を否定した。2009年には、息子が生まれたが、2012年に別れている。ありがとうございます。